それがどうやら匠は一度高橋圭介に勝ってるらしいんだ。匠があの高橋圭介に勝ってる？嘘でしょ？信じられないっすよ。あのボケた匠がですか？だってあいつ86も知らなかったんですよ。追いつかれた。何が起こってんだ。気が変になりそうだぜ。くそ。セカンドの立ち上がりは互角だけど伸びが違うか。ちょっとでも直線が長いとドバッと差が開く。こちらはスケートリンク前のストレート。今2台が通過した。ケースケが煽られてるぞ。アキラの86はめちゃ速だ。マジかよ。ケースケの F2 があそこまで追い回されることなんてなかったぜ。おお、鳥肌立った。この長いストレートでまた突き放したけど、この先ヘアピンが続くからちょっとヤバいかもしれねえぞ。聞いたか凌介、誤算だったな。アキナにこれほどの凄腕がいるとは。あの86、ツッコミ重視のとんでもない神風走法で下りの恐怖の感覚欠けてんじゃねえのか。直線では俺の方が速いんだ。それなのに食いつかれるってのはコーナーワークで負けてるってことか。パワーの劣る車に追い込まれるなんて走り屋として最大の屈辱だ。そんなことは死んでも認めたくねえぜ。うちのクソ親父、あの車を抜かねえと勝ったと認めてくれねえだろうな。しょうがねえ、あれやるか。ガソリン満タンかかってるからな。仕掛けるポイントはこの先の5連続ヘアピンカーブだ。